どうやってコメント見るの？めっちゃ白飛びする。どうしよう。え、どうやってコメント読むの？ちょっと待ってください。え、どうやって読むの？出てこないよ。困った困った、困っちゃった。まあいっか。はい、皆さんこんにちは。 AKB48 の明日よろしく。何？お、 NMB48 のチームビーツ小川優香です。イエーイ。白飛びやば。どうしよう。どうやってコメント見るんですか？コメントが、え、これ iPhone6 が 6 ですか？見れないとかあるの？助けて。しょうがないのかな。あ、はい。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。今回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。ショールームはアイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。してると思うけど。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面右下にあるツイッターマークをクリックしてこの番組を宣伝し、この番組をこの番組の宣伝をツイッター上に拡散すると、あ、これはもうもらえないらしいですね。気のせいだと思ってください。ぜひ拡散してください。それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょうと言いたいとこなんですけど、ランキングも見れないんですね。あ、こっちの携帯で調べたいと思います。明日よろしく検索。どうやって見たの？お、来ました。朝からありがとうございますみんな。じゃあ累計じゃない、ライブランキングは何位から読むんでしたっけ？あれ、携帯どこ行った？あ、自分持ってた手に。5位からだ。5位ベアハッチさん、4位ミャオイさん、3位バクニャンさん、2位せいひろさん、1位じゅんじゅんさん、ありがとうございます。朝から本当にみんなすごいです。あ、なんか10位変わっちゃった。5位マッツ、4位みゃおいさん、3位バクニャンさん、2位せいひろさん、1位じゅんじゅんさん、ありがとうございます。ちょっとコメント読んでみよう。コメントログっていうのがね、ないんですよ。なんでだろう。ちょっと携帯を変えてみたら分からなくなっちゃった。びっくりびっくり。おはようございます。縦持ち横持ち切り替えると治る。そうなの？
腹鳴った。アバターが見れないやコメントの見れないときは配信の端末を回転すれば出る。ちょっとやってみます。よこでしょ。シュルシュル、えいじゃ、出ない。こっちで頑張ります。ありがとう、教えてくれて。では昨日明日よろしくしてくれたのは岡本れなちゃん、 NMB の岡本れなちゃんです。れなたんは今日誕生日、おめでとう。れなたんしっかりおめでとうしました。 LINE でれなたんは同期でよくお話しする。れなたんは今日で15歳になったけど、私は22歳で7歳も差があります。でも仲良くしてくれて、いっぱい話しかけてくれたり、お出かけ行ったり、仲良し。第一印象は、第一印象シルトビアバ、第一印象はあ、なんだあれは、オーディション中、合格してからか分かんない、レッスン期間の時に私ずっと人見知りしてて誰とも喋ってなかったんですけど、一人でこう いるとね、確か三宅ゆりあちゃんかなが話しかけてくれるんですね、明るく。何か忘れちゃったけど、そしたらそのにぎわってるところにれなたんがタタタタタってきて混ざって3人でお話しするっていう、最初はそんな感じだった。なんか特に深い話をするとかじゃなくて、なんかどこに住んでるのとか、あ、深いかこれ。わかんないや。でもなんかかっこいい中学生って感じのイメージでした。お洋服とかメイクもしてたから、中学生だけどかっこいい感じのキリッとしたメイクとかしてて、大人っぽいおませさんって感じした。今もする。でもクリスマスのプレゼント今年はフィギュアが欲しいって言ってたから、キャラクターの、それはまだちょっと子供ですね。かわいい。ラジオ配信状態だって、イエーイ。全然コメントが、あ、私が電源切れたからかな。はい、次。今日何してたかは、起きた。私はいつも夜眠るのが遅いから、この時間は絶対に寝てるんですけど、電話をかけたい子がいるので早起きしました。最近はお家にいます。ショールームはたまにやったりするかな。
かな。この間は琴様の生誕祭に出させてもらったりして、あと何かしたかな、特にないですね。あ、そうだ、コメント読めないの、こっちだ。はじめまして。スーちゃんにパンの写真は送ってない、口で報告した、あのコンサートのリハの時、サイさんの卒コン。通勤中、頑張れ。出身は神奈川県です。大阪には人生で2度目の到来して住んでいます。伝わってる。小学生ぶりに大阪に来たと思ったら住んでいます。じゃあ次いいですか。トークテーマは、今日のトークテーマは自分で決めました。歌です。歌なんですけど、あれ、どこ、あったちょっと重たくて成功するかわからないんですけど挑戦したいと思います。これじゃ最近は公演とかが少なかったり、コンサートって言っても私は後ろの方になったりして、皆さんに、自分を好きでいてくださる方には見えないんじゃないかというレベルなので、お届けできてないレベルなので、今日は歌を選びました。ちょっとね、朝起きてまだ1時間でも喋ってなかったので、ちょっとお水飲もうかしら。はい。何しよう。あと、ご近所迷惑にならないようにちょっと小さめに頑張りたいと思います。小さめに歌うできるかな。まずは自分が好きな曲、歌いやすい曲にしよう。出てこない。ベイビー、出てこない。待って、聞こえますか。声は聞こえていますか。博多のメンバーは全員言えるけど、 NME はあかりんしか知らない。あら、ぜひ
覚えてくださったら嬉しいですね。え、出てこないよ、どうしよう。ちょっと待ち。好きな食べ物は何だろう。パンって言ってるけど、パンも好きだけど、なんか主食って感じだから、パンを使った食べ物が好き。ピザ、ハンバーガー、サンドイッチ。ベベベベベベ、ハヒフヘ。やめよ。やっぱりはしふへはしふへはしふへ、バカサタナハマイ。もうちょっとで、すみません、マイペースで、すみません。はい、うん、ちなみに今は30分。早いですね。このルームフォローしてもゆうかさんはフォローできないですね。はい、ゆうかと調べて、僕の真奥にも気づいて、愛しさの答えが欲しい。 I love you baby baby baby、 微笑んでくれ、僕を虜にした唇、君を独占させてよ、せめて夢の中で。あキスの
I love you baby 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 振り向いてくれ誰かに向けてるその視線僕の愛しさの答えが欲しい I love you baby 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 微笑んでくれ僕を虜にして昨日歌いたくて練習した曲を挑戦してみようと思います。白飛びすぎる。お電話は40分にかけたい気持ちなので忘れてたら教えてください。何かもしよければ聞きたい曲とかあったらコメントお願いします。こんな曲だった、こんな曲、いい曲。ちょっとだってだってだっては難しいかな。あれは一人で歌うもんじゃないな。歌えるかな。あ、イコラブさんでも大丈夫です。歌えないかもだけど、バレても
これにしようかな。これはでも最後に歌おう予定だったから最後に歌おう。これさっきいいのあったんですね。はい、これどうやってあ、できた。練習してます。でもなんかショールームじゃない、明日だから明るくじゃない、明るい歌を歌った方が喜ばれそうで。あと2分で40分、早すぎる。早いですね。じゃあこれを歌って電話して最後一曲にしよう。じゃあこれはコメントでいただく。流れない。よろしくしたいメンバーに電話をかけたいと思います。じゃあ電話が出る、電話をかける前に連絡してみる。お、大丈夫ってからかけます。緊張してきた。え、ちょっと待って、台本みたいな。どうやって、あ、見れないんだ。もしもし、おはよう。スピーカーにしても大丈夫？配信してる。じゃあスピーカーにします。これは、こんにちは。こんにちは。お名前お願いします。はい、 NMB48 のロジ研究生モナティこと北村モナです。わーモナちゃん、おはよう。朝だね。そうだね、起きた？めちゃめちゃ朝起きてるよ。準備してる？めっちゃ朝だ。そう、準備してて、うん、お電話をゆうかちゃんからいただ
ありがとう。ありがとう、かけてくれて。いいえ。じゃあトークテーマを決めたいんですけど、うん、なんかこれがいいなとかある？何がいいかな。お、初日おめでとうだって。鉄砲隊かな。ありがとうございます。そのことの方がいいのかな。そのことにする。あとはヘアアレンジとかかな。うん、あ、なんかこの前に回してもらった時にヘアアレンジとかそういうお話をしたから、うん、じゃあ今回は鉄砲隊。鉄砲隊ライブとか公演とかにする。公演告白の地方公演の初日のお話をします。いいね。それにします。じゃあトークテーマは告白の地方公演の初日を迎えたお話、はい、お話します。じゃあ次は NMB48 の北村まなちゃんに4日よろしくしていいですか？はい、お願いします。お願いします。ありがとう、朝から本当に。いやいや、朝から見つけてくれてありがとう。じゃあまたね。元気でね。バイバイするから元気でね。またね。またね。失礼いたします。間違えてショールームも切っちゃった。コメント見れない、コメント見れない。明日よろしく。あ、台本も見ないと。あ、忙しいわ。ちょっとお待ちください。次は同じ同期と同じ日本語だね。同期の北村まなちゃんにお願いしようと思います。まなちゃんは、まなちゃんもレナさんと同い年で中学生なんですけど、まだ来年高校生。すごい仲良くしてもらっている。お泊まりとかも行った。なんか握手会とか、握手会、今はオンライン話し会ですけど、握手会が終わった後とか、よく同じ部だったから終わった後とかにお出かけしたり、仲良しです。みんな予想してたんではないでしょうか。そう思います。受験生だよ。そう、忙しそう。忙しい中ね、ありがたい。あ、コラボ配信とかもショールームで何回かやったの。お、まなちゃんは7月17日以来の3回目。前回の逆パターンだって、電話。おう、そう、それぐらい仲良しって伝わったね、きっと。今はじめまして。二人でどんなお話は、うん、めちゃくちゃ深刻な深い話する。なんか楽しい話とか、ただどこの食パンが美味しいよとか、どこのジュース飲み物美味しいよとか、そういうのも話すけど、なんだろう、他のメンバーに話せないようなことも、心の内とかね、もう話す。まなちゃんはそう、そんな存在です。じゃあ明日よろしくしたから、最後に一曲歌ってランキング読んで終わりたいと思います。最後に選ぶ曲は、さっきコメントにもありました、
ね。朝の声はい、聞こえる。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、見たことない景色は僕らの制服、クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ、少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。制服クリスマス、はい、読みます。あ、ランキングは1位じゃない、5位からかな。5位、元気くん。4位、せいひろさん。3位、みかたちょうさん。2位、くまさんとたろうさん。1位、じゅんじゅんさん。ありがとうございます。私はいつもテロップに1位の方の名前を書いているので、テロップ書いてたら止まっちゃった。ちょっとまずい。ありがとう。1位はじゅんじゅんさんです。ありがとうございます。止まってしまい、すみません。配信を見てくださってありがとうございました。改札の前、君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。君に似合うと思ったんだ、グレーチェックのマフラー、繋いだ手のひらから、月があふれる。大人になって、今日この日を僕は思い出すだろう。クリスマス、今わかった幸せ、僕らの制服クリスマス。
AKB48 の明日よろしくでした。次は北村まなちゃんに明日よろしくします。以上、 NMB48 チーム B2 ゆうかこと小川ゆうかでした。ありがとうございました。あ、そう、今ラウンド1さん、ラウンド1ライブ NMB48 10周年の企画で1月8日に配信があるので、ぜひ予約して見に来てくれたら嬉しいです。コメントでありがとうございます。ではバイバーイ、ありがとうございます。